え、あんまりどうしたんですか、白衣。さっきはね、さっきは後ろの人の面接したから。あ、誰？あ、え？ただいま。え、なんか背中回ってないけど大丈夫そう？ただいま。おかえり。ちょっと待って。ごめんなさい。合格おめでとうございます。え、よろしくお願いします。あ、あれ？さっきダウンしたから。リュウプさん、おめでとうございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。トラック経営やめてきました。おお、素早い仕事だ。そのせいでたくさんの人が路頭に迷うんですね。うん、しょうがない。命を奪いそうな見た目してますけど、救うんですね。うん、なんて呼べばいいのかしら。大佐じゃないのよね。いや、大佐でもいいです。ええ、ええんや。一応過去をプスカで書いてんで、みんな招待してるんで大丈夫です。なるほど。ええ、よろしくお願いします。具体的にはリュープで呼ぶかじゃん俺は。はい、緊急隊の時ずっとリュープなんですか？そのつもりです。あー、じゃあリュープなんだ。リュープさん、なんか住み分けが必要かなと思ってメカニックの時と、ね、分かりやすくていいかもな。でもどっちにしろ救急隊入ったらさまざまな姿にさせられますよ。なんで、いろいろやんの？あの姿とかもしなきゃいけないんです。どれ？隊長。どれ？隊長？え、隊長の格好にしなきゃいけない日も来ます。ゆくゆくね。うん、ちょっと待って。ちょっと待って。キメラになってるぞ。リュープのズボンがない。なんでなんでこのズボン開くの？ごめん、これなってる。これなっちゃった。リュープ、あの奥に更衣室あるから多分着替え直したら多分なる。うん、大丈夫。ちょっと匂いね。匂う。